フィーです。今日はソフィー塾で話した話をシェアしたいんですけれども、あまりにも熱く語りすぎていて動画を撮るのを忘れるくらいでした。何を私が話したのかって言いますと、バレエで一番大切なのは〇〇〇〇〇〇だよと言いました。さて、丸の中に入る文字は何でしょうか。皆様考えてみてくださいね。バレエってすごい大変じゃないですか、やっぱりね。じゃあ皆さん何が大切だと思いますか、バレエやる上で。はい、体幹、柔らかさ、バランス、アンディオール、テクニック、手足の長さ、足の甲がある、顔がちっちゃくて容姿端麗であること。ふむ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 、それも大事ですよね。でも私はそれよりももっと大切なことがあると思っています。諦めない、続けること。そうなんです、諦めないで続けること、これが一番大事です。いくら体幹があっても体が柔らかくてね、バランスもできる、取れる、アンディオールもできてる、テクニックもある、手足も長いです私、顔もちっちゃくって容姿端麗、足の甲もあるのよ、素敵でしょ。もちろん、でもこれは続けないと何の意味もなくなってしまうんです。多くの人が道半ばにして諦めてしまいます。バレリーナになりたいよって思ったりね、バレエの先生になりたいっていうふうに目標を持ってくれていても、大体の人が途中でやめていってしまうんですね。大人バレエの人だったら、例えばこういうのないですか？〇〇のバリエーション踊りたい。でもダメダメ、そんなの難しい。先生にとんでもない言えない。そういうふうに思ってる方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。でもその夢は決して諦めてはいけません。もしあなたがそうしたいのであれば、そういうふうになれるように努力をする。諦めない、続けるってことなんです。これが一番大切なんです。必ずバレエをやっていたら壁にぶち当たることあります。でも、そんな時にでも、もしあなたが何かね、夢があったり目標があるのであれば、諦めないでください。続けてください。これは切なる私の願いであります。そしてこれは何もバレエにおいてだけではないと私は思います。皆様の人生でも大切なこと、諦めないこと、続けるということ。もしあなたがものすごく夢中になってやっていることであれば、どうしてそれを諦めたりしてきますか？続けられないでいられますか？夢中になってなってなってなり続けてください。私がなぜこれだけ強く言うかっていうと、この青いバラなんです。この YouTube を見てくださっている方はもうね、覚えてくれたかもしれないんですけれども、青いバラの花言葉は奇跡、夢が叶うっていうことなんです。大丈夫、あなただったらきっとできます。だから私はいつもここであなたのことをずっと応援しています。どうぞ夢を諦めないで頑張ってください。ではまた撮っていきますね。今日はソフィー塾ね、ちょっとあまりにも私が熱すぎて語りすぎて動画を撮れなかったくらいでした。なのでちょっと私のね、このね、私のねっていうかソフィーちゃんのアップしかなくって、申し訳ありませんでした。ではまた撮っていきます。またね、諦めないでね、続けてください。じゃあね。